こんにちは、調査をしたり、アンケートを取ったり、訪問をしたりという結果で、いろんなところをこう見ることができました。その中でもちょっと少し施設の訪問で少し思ったことがありました。例えば、今表示をしております障害学習センターと総合教育センターっていうのが、建物の中に一つの建物の中に存在をしておりますが、障害学習センターを訪ねた時に非常にここの職員の応対っていうのは非常に良かったと、まあこういう施設を評価するならば、この評価を上げてもいいんじゃないかなと思って、見ましたけれども、いいとこと悪いとことを見てみますと、教育総務課と障害学習課っていうのがですね、見ますと、教育総務課は教育総合教育センターがしてるし、障害学習課っていうのは障害学習センターがやってます。まあ、こういうことで見てみますと、障害学習センターっていうのは、障害学習課を訪ねてみますと、ここの評価っていうのは5の評価に値するようなことで、5の評価をつけさせてもらいました。で、障害学習センターも非常に良かったということで、やっぱり一元化されるものなのかなって、こういうことが影響を受けるのかなっていうことを感じました。もう一つ、教育総合教育センターっていうのは、訪ねていったところの職員は、物を受け取るとか挨拶をするときは座ったまま、態度が非常に横柄であったっていうことが、ありました。で、教育総務課を訪ねてみると、評価も普通は1とかつけるんですけども、評価を値しないという状態が起きるんで、やっぱりこういうところに一元化するのかなっていうことを感じたのであります。まあ、これから少し今やってることが終わりましたら、こういうところを訪ねていって、本当にどうなのかなっていうこと、また予算が適切にこう行って動いてるかなっていうことを今後考えていくのも面白いかなと思いました。こんなことも考えながら今日も頑張ります。さよなら。